で実際にパステルを削る様子もちょっとお見せできればいいなと思ってます。でこんな感じで、カリカリと削っていきます。意外と肉眼で見たとあまり変わりない感じで見えるかと思います。むしろこっちの方が拡大していいっていう方もいらっしゃいます。ちょっとこんな感じで、こっちもこんな感じですね。ではちょっと楽しみですね、もみじの方でちょっとリハーサルも兼ねて作ってみました。こんな感じの方でちょっと色付けをしてみたいと思います。普段はこんな大きな大きさ 15×15 のサイズを使うんですけれども、今日はちょっと簡単なレモンなのでプチアートサイズ、このくらいのサイズを使ってみようと思います。型をセットして、さっき削ったパステルを手に取って塗っていきます。指元に見えますかね、ちょうどこんな感じでこれぐらいの量がついているよっていうのが見えると思います。ね、意外とパソコン画面にくっきり見えるかと思います。これを実際に塗っていきます。ただこんな感じですね。じゃん、結構粉が残ってる様子とかくっきり見えるかと思います。こんな感じで塗ってっていう風な形の様子も見ることができます。